スにダウン。手を伸ばすとそこはストリートだった。みんな足元がイケていた。スニスニスニダン。スニーカー買うならスニダン。スニダウン。欲しいスニーカーほどなかなか手に入らない。スニダンスニダンスニダン。買えるよ。スニーカー買うならスニダン。アパレルもスニダウン。新しいスニーカーを手に入れる。それは人類だけに許された喜び。スニーカー買うならスニダン。アパレルも。スニーカー買うなら次だ。アパレルも。スニーカー買うならスニーダー。今すぐダウンロード。はいっていうぐらいでいいですよね。Yeah, yeah, 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 y
そうですね、最初にお話しいただいた時点で、もう原始人が現代に来るっていうことで、なんと面白そうな作品に出させていただけるんだろうなっていう気持ちもあり、撮り終えて絶対に面白い作品になっているなっていうのは思ったんで、本当この CM に出れてよかったですね。いや本当にこの先一緒になるのも少ないぐらいの方なんで、本当こういう機会にご一緒させていただけるのは本当に嬉しかったですし、優しいっていうか気を使ってくれるし、まあ僕もこんな格好してるんですけど、寒くないとか地面冷たくないとか言ってくれるんですけど、自分もそういう格好してるの忘れてるぐらい優しかったですね。いや全然ありだなと思いましたね。一日中ずっとこの格好でいさせていただきましたけど、なんかあんまり違和感なかったし、本当にこの格好で出歩いてたらどう思われるんだろうなっていう気持ちでいっぱいでしたね。でも気に入ってます、すごく。 CM でしかやってないんで、次は原始人役のドラマとかねあればいいですよね。なんかみんなセリフが本当ないみたいなまた原始人やりたいですね。僕好きなことがあることだったり、一つに特化したことがあることだったり、そういうのが一つの個性かなって思ってますね。まあなんか何でも挑戦しないと分かんないですよね。やっぱり自分のその何があってるとか、実際問題これ本当は好きだけど自分に才能なかったりすることがあるじゃないですか。そういうこともあるんで、やっぱり全部やってみないとって感じですね。挑戦してみないとって感じですね。いやまあ挑戦中ですけど、やっぱ釣りとか、やっぱそうですね、やっぱちょっと大型魚を狙ってるんで、それはちょっと今は僕の中で挑戦なんで、まだ釣れてないんで、ちょうど焼けちゃダメなのかなと思った時に、原始人役だったんでめちゃめちゃ焼けてやろうと思いました。いやーやっぱね、いやー冗談っすね。冗談ファーストが一番好きなんで、やっぱまあみんな好きですけどね、やっぱエア冗談のファーストですかね。まあ最初多分1秒ぐらいこの CM を見ていただいた方、1秒ぐらい多分あれ誰だろうなって思う、一瞬思って、野村周平かってなるCM なんですけど、本当になんか今のこのご時世にはないすごい面白いことを試みてるCM だなと思ってますし、僕自身も結構納得のいく満足感のある CM になっていると思いますので、引き続きご覧いただいて、なんでスニーカーをスニダンで買ってください。いや嬉しかったですよ。っていうかもう野村さんのインタビューしました。うわ、何言ってたか気になるわ。それが一番。野村さんと一緒の CM っていうのを聞いた時に、もう家族に話したんですよ。そしたら、うちの奥さんと娘が、パパやったじゃんってもう手叩いてくれました。かっこいい。僕のが年上ですけれども、年上から見てもわかっこいいなってずっと思ってて、実際近くでてか本物を見て、普段の野村さんとは違う格好の原始人なんですけど、それでもかっこいいんですよ。いけるとはまあ自分では思っていたんですけど、予想以上に
DJ コの原始人いけたんじゃないかなとは思いました。やっぱり原始人やったんで、宇宙人とか行きたいですね。もう好きなように宇宙人にしてくださいって言って、なんかそういうのになってみたいですね。はい。僕普段やっぱりスニーカー結構もう履くんですけれども、蛍光のエアフォースワンっていうのがね、結構インパクトあって愛用してますね。見ます見ます、もちろん。はい。で最近いろいろな色の、もうなんだろう、あの組み合わせで作ってらっしゃるじゃないですか。それを見た時に、これはもう DJ コーが買わないといけないやつじゃんみたいな、そういうのが目に入ってくるんで、もう迷っちゃいますね。やっぱり家族でどっか行く時とか、やっぱり新しいスニーカー履いていきたいなみたいに思いますよね。あとコロナが収束したらやっぱりどっか行きたいじゃないですか。その時はそれをより、テンション高めるために、家族でお揃いのスニーカーとか良くないですか。でそれを今のうちから、スニーカー見ながら、これいいんじゃないみたいに選んでるっていうのはベストですよね。派手で元気DJ やって40年なんですよ。やっぱりその DJ って周りの人がわーっと盛り上がって、元気になってくれるのがもう最高の手応えだったりするんで、その分自分も常に、なんだろうな、インパクトと勢いと元気で、そういう個性を持ち続けたいなと思ってますね。今年還暦ドゥダンスなんですよ。還暦ドゥダンスです、はい、なのでもうあのより、個性をですね、積み重ねて、ちょっとかっこつけて言うと、みんなハッピーになれる個性作っていきたいですね、はい、ドラマ、お芝居、あと MC、 あと DJ コーフェスティバルやりたいですだいぶよく書きましたね今ね。でお笑いあり音楽ありとか、あともういろいろな、垣根を越えたアニソンありアイドルありみたいな、なんかそんなフェスやりたいですね。はい。いやめちゃめちゃ嬉しいですよね。だって野村くんと DJ コーですよ。なんでこれ DJ コーいるの、草でも、そういいんですよ。もうあのそこでなんか反応をしてくれればそれで、はい。あとアドトラック の、 あの音声アナウンスみたいなのあるじゃないですか。それ僕やらせていただくんで、そこは街中あれと思ったら DJ コーがイエイエイスニダン最高みたいな感じで、あの声響かせようと思ってるんで、オーディエンスをあの振り返らせるのはもうあの本業なので、そこはもう発揮させて、野村さんのかっこいい姿とかしっかりと、それからスニダンの今回の CM の楽しさ、それからもうスニーカーのアパレルもそうですけども、ハッピーさをですねお届けしたいと思います、皆さん。はい。今回はですね、本当に皆さんが、元気になるような、そして、インパクトが出るような、CM になっていると思います。野村さんをビックリスペクトしつつ、いい感じでやっておりますので、はい、そして足元からですね、やっぱり元気にハッピーに、なれるっていうのがすごく最高だと思いますので、よろしくお願いします。